にちは、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はサバイバル実況パート36となります。前回の続きからやっていきましょう。やっていくぜ。で今回は確かクリスマス関係のことをするって言ってたな。そうそう。でその前にまず、前回ゲットした竹を使って足場を作っていくよ。建築の時に役立つって言ってたやつか。それそれ。では早速作っていくよ。おお、これが足場か。見た目は丸椅子みたいで、なんか建築の素材としても使えそうだな。確かに。トラップドアで背もたれ作ればもう椅子だね。ってことで足場を作りました。で、なんだよ。クリスマス関係をやる前に、城下町発展計画の現状をご紹介しようと思うよ。どうした？自分から紹介してくるとは。ちょっとまた裏蔵で頑張ったので見せたくてね。ほうほう。では早速見に行こう。先に言っとくが中途半端なもん見せんなよ。大丈夫大丈夫。ほう、ってことは本当に頑張ったんだな。まあそこは見てのお楽しみってことで。それでは空から見せたいので、飛んでいくよ。ほいほい。レッツゴー。さあどうなっているんでしょうか。ふふ。え、雨だ。こんな時に限って。おーおーおー。雨で少し残念だけど、マジで発展したな。雨のバカ野郎。さすが霊夢、いろいろ持ってんな。ちょっと今から寝て雨を晴らせてからもう一度上から見てね。ほいほい、かわいそうだからな。ではおやすみ。なんだあれは？あれは確か、3日間寝なかったら出てくるって噂のモブかな？ほうほう、そんなのもいるのか。多分アイアンゴーレムトラップでずっと放置してたからだろうね。ついでなら空中で倒してみよっと。おいおいおい、当たるわけないだろ。当たるんかーい。あ。ほら調子に乗るからこうなる。そうか。今の装備弱いんだった。たく。落としたアイテムたちを回収しなきゃ。てか久々死んだな。そうだね。今まで装備が最強だったから高いところから落ちても平気だったからね。だな。うわ、こんなところにも。これで全部かな？うん。では気を取り直して、もう一度空から見ていくよ。でもさっき見えたがさらに発展したな。まあね。裏蔵で必死に建築したんだよ。お疲れだ。それではもう一度、レッツゴこの前の斜め建築の建物を他の3カ所にも作ったんだな。さっき見てしまったので感動は半減しているが。そう、雨ねー。でもこれでさらに憩いの広場感出てきたな。そうだね。これからさらにいろんなものを作っていくつもりだよ。街灯やベンチとかね。おーおー、それは楽しみだ。ってことで城下町計画の金。あれ？どうしたんだ？ネザライトのツルハシがない。インベントリーにもないのか？ほら。確かに見当たらないな。まさか、ロストしたのかな。とりあえずもう一度死んだところの付近を探すんだ。はい。ない。ない。ない。終わった。あ、今橋の反対側の方の水の上に見えたぞ。なんだって？ああ、あったあった。早く取りに行かないと消える可能性もあるぞ。頼む、消えないでくれ。セーフ。とりあえずロストは避けれたな。だいたい調子に乗った時はしでかすんだから。ごめん、お騒がせいたしました。ってことで本題に移りますが、今回は事前に作っておいたあの木に装飾をつけてクリスマスツリーを作りたいと思います。ほうほう、マイクラでもクリスマスの雰囲気を味わえるのはいいな。でしょ。で装飾するものもあらかじめこのチェストに入れておきました。なので早速作っていきましょう。おいおいおい、随分と高級なものばかりだな。本当は柄付きのテラコッタでやろうと思ったんだけど、まだテラコッタを持ってなくて、考えた挙句これしか装飾に使えそうなものがなかったんだよ。それなら仕方ないか。あとこの積雪もエリトラで取りまくって雪をシルクタッチで取ってきたんだよ。ほう、それはご苦労であった。で今回作るクリスマスツリーは以前風卓が配信した、この動画を参考に作るよ。了解だ。もし同じものを作りたい方、参考にしたい方は概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらからご覧ください。ぜひ見てくれよな。ってことで早速今回作った足場を使っていくよ。何やってんだ？
足場は一番下にあるところに落ち続けると、こんな感じで上に伸びていくんだよ。でこれを登ったり降りたりして建築していくって感じ。ほう、それは便利だな。確かに先に竹を探しておいて正解だったな。でしょ。しっかし BGM もクリスマスの雰囲気だな。うんうん。マリサのクリスマスはどう過ごすんだ？そりゃもうずっとゲームよ。ワイもそれだよ。視聴者の皆さんはクリスマスをどう過ごしますか？彼女と買い物デート？家でゆっくり過ごす？皆さん楽しいクリスマスを過ごしてくださいね。風卓は多分動画撮影や編集でいっぱいいっぱいだろうけどな。そうなんだよ。デイムとマリサも手伝ってくれ。いつかね。出た。日本人がとりあえずの返答で使ういつか。そのいつかは一生来ないってやつ。おいおいおい、それじゃまるでワイが手伝う気がないって感じじゃないか。違うのか？手伝いますよ。よし、7段盛り溜まっている動画の編集を頼むぜよ。ワイのクリスマスが。ってことでやっとクリスマスツリーのてっぺんにお越しを作っていくよ。え、まだそこだったのか。地味に足場の使い方に癖があってね。葉っぱの上には置けないみたい。そりゃそうだろ、葉っぱなんかの上に足場置いたらグラグラになってしまうじゃん。まあそうなんだけど、マイクラってたまにそこはリアルに再現してあるんだねとか、そこはそうなんだってのがあるよね。まあそんなごちゃごちゃ言ってないでさっさと作業を進めなさい。あ、はい。これでツリーの星が完成っと。じゃあ次はツリーの玉的なやーつをつけていくんだな。そうそう。では手持ちを整理してつけていくよ。ほいほい。ってことで次にエンドロットをつけていくよ。ほい。そういえば、建築の動画の方はもちろんクリエイティブでやっているからどこでも飛べるからいいけど、サバイバルで作ってみてどうだ？自分の動画の建築動画を見ながら作ると思ったのは、作る順番ってすごい大事なんだなって思ったね。例えば極端に言うと、クリエイティブなら一番上の作業をして、次に一番下の建築しても飛んでいるから支障ないけど、サバイバルで動画を見ながら作るとその上下の作業だけでもかなりしんどいんだよね。なのでワイも今後建築動画を作るときは、サバイバル目線で建築手順を考えないとな、って思ったよ。なるほどな、確かにそこを注意して動画を作ると、より視聴者さんに作りやすい動画となるだろうね。そうそう。やっぱりサバイバルで自分の動画の建築を実際にやってみることで、気づくとこはたくさんあるね。そこがクリエイティブデイとサバイバルデイの作業工程の差ってやつだな。うんうん。この動画で改善点が見つかったのでよかったよ。だな。でもクリエイティブデイとサバイバルデイってどっちが多いんだろ。ワイの勝手な感覚だけど、サバイバルデイの方が多いと思うよ。やっぱりサバイバルか。ってことはやはり改善は急務だな。そうだね。そんなこんなでエンドロットも在庫切れだな。だね、あるだけ全部持ってきたから終了だよ。では次に雪を置いていこうかな。その雪ってさ、寒いバイオーム？雪バイオーム？名前は知らないが雪のあるところ以外で置いたら溶けたりしないのか？それは多分。大丈夫だと思うよ。こりゃ検証してないやつだな。ちなみに確かなんだけど、氷ブロックの隣にマグマを置いても溶けないんだよ。ほう、そうなのか。だから勝手に雪ブロックも大丈夫って思ってたんだよね。マグマにも勝てる氷があるなら、雪も。なのか。もし勝手に雪が溶けたらごめんなさいね。おいおいおい、保険かけとくなや。こればっかりはね。どれだよ。ってことで黙々と雪を置いていくよ。たく。ってことで雪を置き終えたので、最後にランタンを置いていくよ。確か建築動画にはランタンなんてなかったような。なんかね、参考にしてもちょろっと追加してしまうんだよ。まあまあ気持ちはわかるがな。ってことで一旦少し離れたところから見てみましょう。ほいほい。
ってみようか。おお、下のを壊すと上のは自動的に壊れるのか。木に引っかかったやつも装飾ってか。違う違う。なんか左側寂しくね。しかも装飾の色もなんかパッとしないな。確かにそうだね。とりあえず左側には装飾を追加して、レッドストーンブロックも装飾に使ってみるよ。確かにレッドストーンブロックが入れば赤色が入っていいかもな。てかなんで葉っぱの中に入ってんだよ。なんか木に衝突した衝撃でめり込んだみたい。まあ移動しやすくなって結果オーライなようだな。だね。これでどうよ。まあまあまあ、さっきよりかは良くなったな。ちょっと飛びながら見てみようか。飛びながら見るの好きなのか？やっぱり上空から見るのが一番だよ。とりあえず建築動画より劣化しているが、これでいいだろう。ありがとうございます。ってことで今回はクリスマスツリーを作ろうでした。無事できてよかったな。うん。皆さんも楽しいクリスマスをお過ごしくださいね。あ、思い出してしまった。編集の手伝いを。さらにどうぞ。ご視聴ありがとうございました。ありがとだぜ。そういえばサンタさんはいい子のところにしか来ないから、お母さんやお父さんの言うことはちゃんと聞くんだぞ。だね。でもマリサも風卓からクリスマスプレゼントもらったじゃないか。え、何ももらってないぞ。撮影動画を送るから楽しんで編集するんだぞ。プレゼントって編集の動画ってことか。今年のクリスマスは散々になりそうだぜ。楽しい動画を視聴者のみんなが待ってるんだから頑張らないと。そうだな、ワイが頑張って楽しい動画をプレゼントするんだ。よしよし、その意気だ。それではまた次の動画で。バイバーイ。バーイ。